文学じゃなくて文芸だセリファーです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。でずっとミスってるんですけど、ここのせかせかをねクリアしたいです。あ、ギリギリか。なんか前せかせかって言っちゃった気がするな間違えてました、ごめんなさい。ここで待っておこう。さあ、ギリギリアルバイトです。ハンバーガー、はい、マキシムトマト、はい、次はドリンク、はい、で、ケーキだね、これはね、ドリンクだね、はい、で、あー、ケーキ、はい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 、で、ハンバーガー、これダメだ、やばいぞ、ドリンク、はい、ハンバーガー、はい、で、次がハンバーガー、あ、違うの？あー、ケーキ、はい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 、で、ドリンク、はい、で、マキシムトマト、あ、これやばい、これやばいぞ、これやばいぞ、もう絶対やばいぞ。やばい、これヘリフト終わったどうしようもねえ、どうしようもねえよギリギリアルバイト難しいな。もう一回やらせて、もう一回やらせて。悔しいんだよね、単純に。ドリンク、次はあ、ケーキ、はい、ハンバーガー、はい、で、マキシム、はい、で、ドリンク、はい、で、ケーキ、はい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 、あ、マキシム、はい、その注文がいい。ドリンク、はい、ケーキ、はい、で、ドリンク、はい、で、マキシムトマト、はい、ドリンク、はい、で、マキシムトマト、はい、で、ケーキ、はい、次は、マキシムトマト、おーし、オッケー。マキシムトマトとハンバーガー、怖い感じはするな。乗り越えたい。ドリンク、はい、ケーキ、はい、次は、マキシムトマト、はい、で、あー、ケーキ、オッケー、はい、あー、これ、はい、もういい、これ、ガラダダ。もう一回やらせてほしい。これむずい。はい、あ、ケーキ、はい、次は、あ、ドリンク、はい、ケーキ、はい、で、ドリンク、はい、続いてがマキシムトマト、はい、で、ドリンク、はい、次は、あ、ケーキ、はい、で、マキシムトマト、はい、で、ドリンク、はい、で、マキシムトマト、はい、で、ケーキ、はい、で、ハンバーガー、やっちゃった、めっちゃ消費した。ドリンク、はい、次がハンバーガー、はい、で、ケーキ、はい。これはやばいぞ。20秒耐える。ドリンク、はい、ドリンク、はい、ハンバーガー、はい、ハンバーガー、はい、マキシムトマト、はい、ドリンク、はい、ケーキ、はい、遠い、ハンバーガー、はい、ドリンク、はい、ケーキ、あー、ちょっとで耐えられたよ、今。あと何秒だったんだろう。もう時計も見る予定がない。ちょっと待って。ごめんね。やらせてほしい。極めたいとは言わないけど、クリアできてないのはダサいと思うんだ。なんか、カービィ好きですって言っておきながら、悔しいんだな。なんか偉そうなこと言っておいて、あ、こいつできねえんだって思われたくない。ケーキ、はい。で、次がハンバーガー、はい。で、続いてがドリンク、はい。ケーキ、はい、続いてマキシムトマト、はい、で、ハンバーガー、はい、次ケーキ、はい、で、ハンバーガー、はい、よし、ランチタイムやろう。濃いドリンク、はい、マキシムトマト、はい、マキシムトマト、はい、ハンバーガー、はい、ケーキ、はい、ドリンク、はい、ドリンク、はい、で、ハンバーガー、はい、で、ハンバーガー、はい、で、マキシムトマト、はい、で、マキシムトマト、はい、ハンバーガー、はい、で、次でハンバーガー、はい、で、マキシムトマト、はい、で、ケーキ。うわー、今残り1秒だったんじゃないの？店長、働かせてください。さあ、行きますよ。負けてられないよ、これは。ドリンク、はい、続いてマキシムトマト、はい、ケーキ、はい。悔しい、すごく悔しかった。さっき負けたくないんだ、このゲームクリアしたいんだよ。もうなんかボス戦とかよりもはるかにこっちの方がクリアしたい。
簡単操作だからよりハマる。ああ、厳しい、難しい。でもやりたい。ドリンク、はい。で、続いて、ケーキ、はい。ハンバーガー、はい。で、ケーキ、はい、いただきました。ハンバーガー、危ない。よし。オッケー。ここから、ここから。アドリック、ケーキ、ケーキ、はい。あ、やっちゃった。あ、ちょっと待ってー。やばい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 。あら集中力切れてきたのかな。ちょ、もう一回やらして。これ、今回やばいね。ドリンク、はい。じゃあ、まか。ドリンク、ハンバーガーじゃなかったよ、これ。マキシムトータ、はい。で、ハンバーガー、はい。マキシムトータ、はい。で、ドリンク、はい。で、マキシムトータ、はい。で、ドリンク、はい、OK。で、マキシムトータ、はい、OK。で、ドリンク、はい、OK。で、ケーキ、はい。で、ドリンク、はい。で、マキシムトマト、はい。で、あ、ハンバーガー、オッケー。ちょっと真剣にやろう。さばききったー。どうにかさばききった。注文ミスしない。連続正解31。お客様満足度 18% 低いね。まあ、どうにかなった。ああ、よかった。クリアできた。アルバイト終わる。お疲れ様でした。またお願いしますね。あ、カービィさん、ちょっといいですか？はい。ギリギリアルバイトを上手にやりきったとても頑張り屋のカービィさんに、特別なフィギュアを差し上げます。マジで、こちらどうぞ。おーおー、やった！あるんだ、こういうの、やっぱ。で、カフェ店員カービィ、かわいいな。張り切ってカフェで働くカービィ、しっかり見えるけど、実は、ごくり、ごくり、食べようとしてる。今にも売り物を食べちゃいたい気持ちでいっぱいで、ボスバトル以上に頑張って我慢中。いや、でもほんとボスバトル以上に今頑張った。あと少しの辛抱だよ、カービィ。というところです。買うか。いらっしゃいませ。ご注文お決まりですか？カービィバーガーにしよう。カービィバーガーは20です。買う。お店で食べますか？それともテイクアウトしますか？あ、お店で食べるって何だろう？ありがとうございました。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。いいね。これいいね。あと単純にアイテムないんで、ちょっとアイテム補給というつもりで、ちょっとハンバーガーもう一個買いましょう。で、テイクアウト。ありがとうございました。テイクアウトした食べ物は X 流していつも食べられますよ。ありがとう。はぁ、頑張ったね、リファ。めっちゃあ、なんか水あげてる。なんかみんな働き者だな。あ、なんか、なんすか？ワドルディたちをさらってあのビースト軍団何をするつもりなんだろう。僕が初めてワドルディたちに出会った時もビースト軍団に襲われていたんだ。だから縄張りから遠いこの場所に町を作って暮らしていたんだけど、すぐに見つかっちゃって。だからカービィが来てくれて本当に助かったよ。裏切らないよね、本当に。裏切らざるを得ない何か、あるのかもしれないけど、もし裏切るとしたら。なんか裏切る感じあんましないんだよな。なんか、いや、裏切るだろうって私は YouTube の動画とかで出してたんですけど、なんかね、あ、チェインボムトレジャー。ちょっとやってみましょうか。クリアしてないもんね。戦い、チェインボムの試練。どう
なんだろうな。お、ほうほう、あーそういうことで、はい、あ、よかった。ほうほう、水か。オッケーオッケー。全然倒せない。はずきルーペみたいな言い方したね。小さすぎて読めない的な。もうはじけてて古いのか。よっ、えい、いけーいけーいけー。もうとうとう水の中に入ってしまったけれども、私はオッケーオッケー、行こう行こう行こう。はい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 、壁をなくなれ。ヘア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 、はい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 、あー自分からぶつかりに行ってしまった。ぷい。あー、ちょっと待って、マジで。あー、もう一回来る。はい。はい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 。はい。はい。いけ。あー、すごい、なんか、難産。ぐえ。ぐえ。よし、クリア。これはむずかったでありんす。クリアできたからいいけど。チェインボムトレジャー、ちょっとステージ入りますかね。あ、これノーブルレンジャートレジャー、どうしよっかな。あ、なんか調べるがあった。ん？はいはい。おーい。隠されていた秘密のトレジャーロード、マジで。メタナイトソードトレジャー。ちょっとやってみたくなってきた。やる。戦え、メタナイトソードの試練。中ボス戦かな？はい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 、そうだもんね。わざわざ派手に動く必要がないもんね。ベア、避けられると困るな。あんまうまく避けないでほしいな。オッケー。あら、食らっちゃいましたね。いや、どうですか。あー、ギリ足りなかった。無念。どうしよっかな。入っちゃうか。なんかトレジャーロードよりステージに入りたい気分なんだよね。いてつく海と風と、行きましょうか。すごい。
落ちたら一発だね、これ多分。特にこっち側に何かがあるという。ああ、ちょっと待って、ダメだったんだね。ちょっとそれがよくわかんないんだよな。あそこ乗れそうだなって思っちゃうから。ああ、すごい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 。ニードルの方いただきましょう。あ、ちょっと待って、マジで。来い。あ。おお、さすがニードル。地面に刺さってるってことなのかな、これは。すごくいい能力じゃん。はいはいはい、バーン。OK。みかんがあった。特にはない、こっち側は。ファイヤーの方がいいとかあんのかな？お。あ、終わり？あ、突っ込んだんだ。自分から。ニードルがいいんだろうな、このステージは。オッケー。こっち側は特に、あ、あら、なんかさらっといっちゃったけども。あ、これで行くと逆に問題がありそうなんで。あ、バカなことした、バカなことした。ああすげえ、間抜けな声出たね。ちょっと待って、ね。ちょっと待って。おにぎり取ります。ニードルはいいのかな？ファイヤーあるし。で、これは頬張った方がいいでしょうね。こっち側特にないか。なさそうだよね。これさ、飛んでってさ、なんか、こっち側の、あ、特にないんだ。オッケー、承知しました。あ、やばいかも。いける？あぶねえ。はい。うわー、バチコン、バン、ドロドロバーン、ドカン。バドルディ。よっと。救出。あ、でもやっぱニードルなんだね、このステージは。はい、ニードルゲット。さて、降りれるってのがなんか、ありそうな感じ。あ、こういうことね、戻るってことか。無意味。あ、なんかある。あぶね、気づかなかった。あ、ちょっと待って。はい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 、こっち。おー、ニードルでいけるんだ。おい。風がしのげるほな穴を見つけて。おーい。あ、休んでる。そっとしておこう。かわいそうだし。ないもんね、他に。寝てるのかわいいな。襲ってこなけりゃいいんだよ。襲ってこなけりゃ。あ、なるほどね。こう、強い風でもニードルだったら立ち向かえるってことなんだね。ほい。ほい。お、変なところに飛んでって。おー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 、なんだなんだ？バン。おー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 、ほい。ゲッチュー。よっと。フックがあるね。なんだろう。はんはん。他は何もないよね。これで取り逃してたら嫌なんだよね。はんはん、まあいいや。いや、風がしのげるホラー穴を見つけたらマジやばくない？あの、注意深さ。あ、船に乗るのね。っていうことは輪っか頬張りがあるかな。はい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 。あ、いたードバーン。で、輪っか頬張りする前に、なんかあるかもしんないから、ちょいと探す。まず。ない。なさそう。あ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。落ちるとこでしたよ。危なかったよ、今。はい、というわけで、本日はここまでです。ちょっと待って。喉をやってしまった。すごい喉が痛い。なんか、何かが喉に張り付いている。はい、というわけで、本日はここまでです。ああ、喉が痛い。急に喉痛くなった。
すいません。チャンネル登録といいねの方をしていただけると幸いです。まあ、めっちゃ涙出てきた。喉めっちゃ痛い。なんだなんだ。チャンネル登録といいねの方をしていただけると幸いです。でですね、リーファー、小説家志望者でして、チャンネル登録と、あ、違う、小説家志望者でして、革命というサイトで小説を投稿しておりますので、ぜひそちらの方も見ていただけると、読んでいただけると幸いです。で、まあ、その小説の、書き始めてから書き終わるまでの ASMR 動画、タイピングですね、のものもありますので、勉強とかお仕事とか集中したい時にぜひご活用いただければと思います。というわけで、エリファでした。じゃあね、バイバイ。いや、喉が痛い。どうしてだ?水を飲もう。バイバイ。